百花繚乱を楽しむ変態議員の宴。すぐ酔えて空も飛べるお酒飲む人。ナメナメ。何それ、魔法みたい。なぜかそこにカリンの姿があった。俺の名前はウリュウタツオミ。毛利のおさん、腹減ってる？売れ残りのメロンパンあるじょ。今日は売れ残ったか。手土産を持って事務所を訪れた元殺し屋だ。現在俺たちモーリーは殺し屋組織エルペタスと火花を上げている。互いの剛腕のアサシンが激突を繰り返しているんだ。だが敵陣営は恐ろしく優秀らしい。しらみつぶしに町を探してるが、キリン町にはヤサはないか。アジト一つ尻尾を出さねえ。こちらから交戦に出る手立てがない以上、現状は専守防衛を固めるのみだ。まあ来たやつを順次ボコしていくしかねえか。だがその時、俺たちは知らなかった。確かこの辺だ。あった、株式会社モーリー、ここだ。我がモーリーに忍び寄る一つの影を。だがその影に音もなく張り付く男がいた。その身のこなし、貴様アサシンか。モーリーの一刀流、剣豪バースだ。そしてバースは有無を言わさず、怪しきは制圧、殺し屋の基礎だ。すさまじい回し蹴りを入れる。そして地面になぎ倒されたその男。おお、なんちゅう蹴りだ。焦りやましさ、貴様はそれを発している。敵はありません、助けて。そう、こいつはもともとエルペタスの下っ端アサシン。こいつは過去に一度俺たちを襲撃してきたことがある。別は支流の国か。扇風機だとしても微風だな。俺は一瞬でこいつを制圧。シャイニングウィザード。今からお前は事務所に拉致監禁だ。洗いざらい吐け。そしてしばらく事務所で軟禁したというわけだ。その男がなぜかモーリーを訪ねてきた。どうしたバースって、なんか見たことあるやつ。シリウさん、殺さないで、事情があるんです。小動物すぎる目だな。敵ながら殺す気を失わさせる男だ。コードネームは忘れたが、確か山下だったな。山下、一体何しに来た？僕はモーリー襲撃に失敗した上に生きて帰らされました。組織の役に立たなかった俺に排除命令が下ったんです。生き恥さらしが、お前は排除だ。知りたくない。組織に居場所がなくなって、いつ殺されるかわからないんです。まあ仕方のないことだ。来世にかけて死になさい。モーリーの皆さんは僕を生かしてくれました。優しい人たちです。そして奴はマジで信じらんねえことを言う。僕をかくまってくれませんでしょうか。おいおい、お前本当に裏稼業の人間か。僕にはもうモーリーしかないんです。なんだか哀れすぎるじゃん。その時モーリーのおっさんが口を開く。お前エルペタスに追われているなら、柄はうちが預かってもいいぞ。本当ですか。だが作詞のおっさんがしでかすことだ。ちょうど今奴らに接触する方法を探ってたんだよ。ならおとりにちょうどいいじゃないか。え、おとり？温情なんかじゃない。こいつに利用価値を見出したのだ。一回俺らを狙っておいて、そんなに甘くねえわな。なるべく人目の少ないところを歩くっていいんだよな。その日からこいつは毎夜闇に放たれた。そして4日が経過したある日だった。ポメラニアン見つけたぞ。宵闇を割って出てきたのは、裏切り者には高額の賞金がかかるからね。獲物を手にしたアサシンだった。そして一泊の間も置かず、金が欲しいんだよね。ポメラニアンへ向け刃を走らせたのだ。腹を切られた奴は、来ました、来ましたよ。アサシンらしくもなく騒いで見せたのだ。そこへ現れたのは、関節破壊魔金宝だ。間違い、勘違い、顔万が一、折り返がありそうなナイスガーイ。金宝が一瞬で潰しちまった。俺たちは山下をさまよわせ、交代制で見張りをしていた。下級アサシンかな、やりがいないね。組織の人間は持ってるはずです。そして目的のブツを手に入れたんだ。ありました、情報の宝庫、スマートフォン。これで事態は進展を告げる。当然セキュリティは頑丈だが、うちにはハッキングのプロがいる。奴らがやり取りしてるメッセージは12時間で自然消滅するみたい。ロック外せたのか、でかした。
でも直近の一件だけメッセージが見れたわ。結構すごいこと書いてる。手に入れた情報を毛利のおっさんに共有する。秋月が1週間後このパーティーに出席するわけだな。はい、場所は書いてませんでしたが、九段のアサシンは建物の守衛に駆り出されていたみたいです。秋月義一議員はエルペタスと手を結ぶ政治家。日本には核武装が必要だ。そしてアジアを支配する名手となる。護衛には雷一族という暗殺一族がつく。はっきり言って奴は危険な存在だ。そのパーティーに潜入することができれば秋月を闇討ちすることができるやもしれん。秋月を撃つには雷一族が厄介っすね。いや、おそらく隙はあるのではないかと考える。そのパーティーだが、政治家以外は全員女性の水着パーティーらしいのだ。腐敗した政治、それを表すような集会だわ。建物には雷の護衛がいるだろうが、会場内は秋月だけの可能性がある。頼めるか、カリン。会場内に潜入、そして秋月を暗殺ね。わかりました。カリンに潜入暗殺の指示が下った。だがどうやって水着女子に紛れ込むか。そのパーティーに参加してる女子はどこかから派遣されてるはず。金でお口チャックできる子が選ばれてんだろうな。そう言ってカリンはコンパニオン会社に探りを入れ始めた。その派遣元を探るのに苦心しそうだな。うん、でもやりきるわ。そして3日間リサーチした結果、このコンパニオン会社、桐谷って秋月派議員が役員をしてるわ。なるほど。さて、ここまで分かれば面接行ってみるのみね。なんとか希望の活路を見出すことができた。そしてカリンは早速その会社に面接アポ。うちは水着モデルや企業の接待まで仕事が多岐にわたるよ。全然大丈夫です。水着ももっと攻めた感じでも OK 牧場。古いおじさんに受けそう。見事その会社に登録されることに成功。あ、ちなみに業務上で知り得た情報は公害禁止。これは業界の鉄則なんだ。そうして出されたのは秘密保持契約書。後ろ暗いのかしら。やっぱり怪しい。私この業界長いので重々承知しています。芸能人のお相手とかもありますもんね。カリンは理解ある女の体裁を取ってみせる。それが気に入られたカリンは様々な仕事が入れられた。もっと足開いてほしい。なんで？理由言って。理由言えない。そうして仕事上で信頼を得られたある日。クリアちゃん、ちょっと重要なお話いい？はい、何でも喜んで。そうして会議室に呼ばれたカリン。今度要人をもてなすパーティーがあるんだけど、クレアちゃんのことを信頼していい？やっぱり来た。水着パーティーのことね。もちろんです。信頼と実績のクレアを信じてください。そうしてカリンは目的のパーティーへの道筋を作ってみせたのだ。当日がやってきた。じゃあみんな車乗り込んでね。結局会場の場所は教えてくれなかった。情報管理がしっかりしてる。みんな私の GPS を追ってくれてるはず。だがその車は電波妨害できる仕様だった。そうして連れてこられたのは郊外のホテル。じゃあみんなちゃっちゃと着替えちゃって。はい。1時間は走った。ついてこれてるかしら。この時初めてカリンの GPS が機能する。そして水着へ着替えたカリン。超綺麗なとこじゃ。テンション上がる。こんなことに大金使ってるのね。プールは無論貸し切り。完全に富裕層の遊びだ。じゃあプール入ったりいい感じで遊んで、後ほどお偉いさんが来ますので失礼ないように。そう言って社員はプールを後にした。秋月が来るまでにこの施設の状況を確認だわ。そうしてしばらくすると。絶景かな。なんちゅう第一声。その場には一人の男がやってきた。後部のストレスは柔肌で癒やす。それが一番やわ。どうやらこの男が秋月を誘った男、桐谷議員らしい。そして議員はザブンとプールに入ってくる。こんばんは、寝かしませんで。いや、タフな人なんですね。ご指名お願いします。なるほど、夜のお相手するまでがセットってことね。あれあれあれ。え？するとその桐谷の目はカリンを捉えた。なんだ、何かに気づかれたか。美人だね。プール遊びで疲れたら僕の部屋にシャワー浴びに来てや。あはは、いいですね。そうしていると会場に向かう一台の車があった。そこに乗っているのが秋月義一議員だ。水着パーティーとはくだらない。誠にこのような時間はくだらない。
そして護衛の雷一族紫殿の姿があった。義一様の品格には少々合わないかと存じます。まったくだ。だがそういった欲望を見せ合うことが親密になることだと考える議員がいるのも事実。桐谷議員は大きな地盤を持つ有力者。国政を取るためにはこういったクズ議員との交流だって無下にはできん。心中察します、義一様。そうして車は建物につけられた。30分で戻る。は。その瞬間だった。ん？さっき紫殿の僧帽は一気に鋭いものになる。そして迫り来る影。すみません、クセモノです。ん？秋月への車線を遮るように体を入れる。早い、湯闇に紛れて姿が見えん。だが近づけるわけにはいかん。次の瞬間、区内が飛ぶ。ん？だがその影は小細工。その区内を弾き飛ばした。さあ、どうとお別れするがいい。ほう、剣士が来たか。次の瞬間、電光石火の袈裟が落ちる。完璧に近い立ち筋だ。よほどの猛者と見た。紫殿はそれを下がりながら外してみせる。現地にいち早く到着したのは護衛は一人、貴様だけか。面白い。この近くをマークしていたバースだった。ギーチ様、どうぞ先へ。私はこの男をムクロにしておきます。紫殿、近所迷惑にならんようにな。そう言うと秋月は背を向け建物へ入っていく。貴様が雷一族か。ここで両断され対比へと生まれ変わるがいい。刺激をくれることありがたく思うぞ。奴は自分の部下の勝利を信じて疑っていなかった。車をつけられたか。モーリー、まずは一人目、死ぬがいい。それゆえ当たり前のように予定をこなす。そして秋月議員はプールへと赴いた。おお、秋月先生、いらっしゃいませ。桐谷議員、お招きありがとうございます。お待ちしておりましたよ。べっぴんさんも揃えました。来た、秋月義一。こいつには蹴取られないように細心の注意ね。さあ、先生もこちらに。心底くだらない。なぜこのような遊びにはまるのだろうか。そうして秋月もプールの中に入った。みんな、このお方は将来総理も夢じゃない人だ。知ってますよ、秋月議員ですよね。今晩全部内緒で遊びましょう。何も成し遂げていないしがない議員です。秋月、近い。カリンの目が怪しく光る。さすがにここで殺すのは難しい。隙を見つけないと。だが秋月は長居するつもりもなかった。あちらにも数名議員の先生がいる。全員に挨拶したらこの場は去ってもいいな。10分ほどすると秋月はプールから上がる。秋月先生、どちらへ。少し商用へ。チャンスだ、一人になった。そして奴は建物内部へと入っていく。カリンは音もなく秋月の背後に近づく。ここなら狙える。勝負は一瞬、頸動脈を確実に切る。カリンは水着の下に這わせていたクリスタルナイフを取り出す。そして秋月の側首へと。あんたの暴挙もここまでよ。ナイフを突き立てようとした。だがそれは。メネコ、秋月様に何をする気だ。未遂に終わることに。死になさい。突然背後から刃が追ってきたのだ。カリンの頬から血が流れる。何をあんた。気配がなかった。何この女。その女がまとうのは死の香り。秋月様、このバカを殺します。少しお下がりくださいませ。間違いない、女のアサシンだ。万に一つを考えて女の護衛を紛らせておいてよかった。下では青髪の剣士が紫殿に殺されるだろう。今日でモーリーが二人も死ぬのか。奇襲は失敗した。さらにカリンは素性がバレた。あんたの男にこびるような顔嫌いだよ。うるせえ、死にたくなきゃのけよ。この女同士の戦いは凄まじく壮絶なものとなる。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では闇をテーマに様々な物語を展開していきます。他の動画もぜひ。